イングランド1部ブライトンの日本代表 MF 三笘薫に、同1部のチェルシーが関心を示していると AA メディアが伝えた。チェルシー情報を発信するポッドキャスト番組、ロンドンイズブルーポッドキャストの公式 X、旧 Twitter は、イギリスのベン・ジェイコブ記者の情報として、三笘薫はチェルシー内部で高く評価されていると伝えた。写真、可愛すぎる、メガネ似合いすぎ、三笘薫のアスリート美人妻がイギリスを満喫する様子。ジェイコブ記者は同メディアのポッドキャストに出演して、三笘はチェルシーに好まれていると発言。三笘の他にもシャフタールドネツクのウクライナ代表 MF ヘオルヒースダコフやリーズの U21 オランダ代表 FW クリセンシオサマーフィル、ベルギー一部クラブブルージュのノルウェー代表 FW アントニオヌサにも関心を持っているという。三笘は今季、開幕6試合で3ゴール3アシストと絶好のスタートを切ったものの、怪我もあって調子を落とし、シーズン後半は腰の負傷で棒に振ることになった。最終的に、公式戦26試合に出場して3ゴール5アシストをマークした。チェルシーと同じく、イングランド1部のアーセナルなども三笘に関心を示しているとされ、今夏の動向に注目。